アムハースト、アマーストはアメリカ合衆国ニューヨーク州の西部エリー郡の町である。2010年の国勢調査で町全体の人口は122,366人だった。2000年国勢調査の116,510人から5,856人5.0%の増加だった。ニューヨーク州第2の都市である。 バッファロー市の郊外部で最大かつ最も人口の多い町であり、町の中にウィリアムズビル村の大半、およびエガーツビル、ゲッツビル、スナイダー、スワームビル、イーストアムハーストの各小集落が入っている。郡内では北部にあり、エリー運河の小部分に接している。アムハースト町内には、ニューヨーク州立大学バッファロー校の北キャンパス、メデールカレッジの大学院キャンパス、 ブライアントストラットンカレッジのサテライトキャンパスおよびデーメンカレッジがある。アムハースト町は1818 18年4月10日にニューヨーク州議会によって創設された。バッファロー町の一部から作られており、バッファロー町はそれ以前にクラレンスの町から作られていた。1819年、ティモシー・エス・ホープキンスがアムハースト町初代監督官に選出された。 当初あった町域の一部が、後の1839年にチークトワガ町を設立するために使われた。アムハースト町資料館が元改革は目のナイト協会に入っている。この建物は2003年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、町域全面積は53.5平方マイルであり、 このうち陸地53.2平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は0.50%である。アムハースト町域の大半はもともと氾濫源と湿地であり、その多くは近年、新しい住宅や企業の開発に対応するために排水されてきた。町の中央と南部は郊外化がかなり進んでいる。しかし、一番南にある、 小集落のエガーツビルとスナイダーおよびウィリアムズビル村はもともとある性格を多く残すように工夫してきた。町の北部は現在も開発が進んでいない方であるが、トナワンダ町とホイートフィールド町に接するナイアガラフォールズ大通りに沿った部分は顕著な例外である。アムハースト町の北部と東部には不安定な土壌の状態の結果として、 住宅基礎に関わる問題を経験してきたところがある。町の北部には現在でも活動的な農園がいくつか残っている。アムハースト町の北はトナワンダクリークとナイアガラ郡に接している。エリコットクリークが町を横切っている。アマースト町の中の小区分は元の郵便局の名前を使って呼ばれており、法的に法人化されたものではない。 1990年代、これら地域郵便局の多くが閉鎖され、ベイリーアベニューにあるアムハースト中央郵便局に統合された。その他には、シェリダンドライブ沿いにウィリアムズビル郵便局、ミラーズポートハイウェイ沿いにゲッツビル郵便局、トランジット道路沿いにイーストアムハースト郵便局が残るのみである。アムハースト町内の地域に対する郵便住所は、アムハースト、 イーストアムハースト、エガーツビル、ゲッツビル、スナイダー、ウィリアムズビルである。これら郵便用地区は、現在も郵便局に認識され、市民は広く利用している。これら郵便住所の中には重複するものがある。トランジット道路の直接東にあるクラレンスのいくらかの地域は、ウィリアムズビルの住所だが、課税、教育、地域資源のためでは、その住民は、 クラレンスの町民である。アムハーストは年間平均降雪量が国内充血に入る人口5万人以上の自治体である。5月から10月の平均最高気温は下肢60度から下肢81度である。11月から3月の平均最高気温は下肢31度から下肢47度である。2010年7月 CNN マネーが アメリカで住みたい場所百欠のリストでアムハーストを第42位に挙げた。2012年のランキングでは第50位だった。2011年と2012年、アメリカのプロマイズ・アライアンスがアメリカの若者のための街百欠の一つにアムハーストを選んだ。アムハーストでは年間を通じて多くの祭りが開催されている。町内には バッファローなやがラ歴史遺産村がある。ニューヨーク州立大学バッファロー校のスタジアム町内には、ニューヨーク州立大学バッファロー校のスタジアム、道道総会アリーナ、アムハーストオーデュボンフィールドがあり、すべてニューヨーク州立大学バッファロー校のバッファローブルーズが使っている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 25歳以上の住民の51.7%は学士以上の学位を取得しており、そのうち26.7%は専門学位を持っている。アムハーストには高等教育機関が4つある。ニューヨーク州立大学バッファロー校の北キャンパスには建築、計画、看護、歯科、以下を除くすべての学科がある。エリーコミュニティセンターの3つあるキャンパスの1つや、 デーメンカレッジがある。ブライアントストラットンカレッジは2年生プログラムを提供している。メデールカレッジとカニシャス大学は町内にサテライトキャンパスを保有している。アムハースト警察署のパトカー町内には4つの教育学区がある。ウィリアムズビル中央教育学区が最大の学区であり、町の東半分とクラレンス町の一部が入っている。同学区は ニューヨーク州公立教育学区97区の中で第1位に評価されている。ウィリアムズビル高校は2013年アメリカ合衆国ニューズワールドリポートの優秀高校の評価ではシルバーランクとなり全国2万1000以上の高校の中では上位にないし3%に入っている。町内南東隅の小部分はクラレンス中央教育学区に入っている。 アムハースト中央教育学は町の南西部であり、エガーツビルとスナイダー地区が入っている。スイートホーム中央教育学は町の北西部であり、トナワンダ町の一部やウェストアムハーストとゲッツビルも入っている。アムハースト行政ビルアムハースト警察署は150人以上の警官を雇用しており、その中には所長、副所長、7人の隊長と少なくとも20人の 副隊長が入っている。連邦捜査局に報告された統計に基づくと、アムハーストは、アメリカの自治体の中で最も安全な街に、たびたびランクされている。1位にならない都市でもトップ5位に入っている。この評価は、殺人、強姦強盗、過重暴力、野党及び自動車泥棒の6つの分類で、年間発生率をもとにしている。2006年、アムハーストは、 ニュージャージー州ブリックタウンシップに次いで第2位だった。2011年では全国400都市の中で第6位だった。アムハースト B 町で最初の電話を引いたアムハーストの新聞はアムハースト B である。ミラード・フィルモア郊外病院が町の中心部メープル道路沿いにある。ありがとうございます。